ウィニングゴール TV スタート。手応えというか、もう本当に毎練習毎試合必死でやってるので、まあ、その中である程度チームとして結果が出てることはすごいいいなと思います。自分でもびっくりしてて、はい、まさかっていう感じです。本当に毎日勉強しながらというか、トライアンドエラーを繰り返しながら、はい、ここまでやってきてる感じです。まあ、もちろん、なんか勝った試合でも負けた試合でも課題が見つかるので、多分選手全員がそういうマインドでやってるので、勝っても満足しないっていうところがやっぱここまで勝ち点を積み重ねてこれてる大事なポイントかなというふうに思います。まあもちろん、あの移籍後初めてってことで大分に来てなかなか貢献できてなかったので、まあ、目に見える結果っていう部分で出せたこと、あとそれでやっぱりいろんな人が喜んでくれたことがすごい良かったです。まあ、僕は出られてますけど、本当にいつまた出られなくなるかわからないっていう危機感を持ちながらやってるんで、でまあ、出られない期間が長かった分、本当に1試合にかける思いというか、そういうのはプロ生活重ねていくにつれてより強く思いながら、まあ、今年はやってます。J1 昇格っていう目標があるので、そこに最後終わった時にみんなで喜べるように一日一日しっかり積み重ねていって、またサポーターの方々とたくさん喜びを分かち合えたらと思います。頑張ります。今年こそは必ず J1 にですね、復帰してもらいたいなと。まあ、戻るべきところに、帰るべきところに、必ず。ウイニングゴール6月号表紙です。見てね。